今回なんですけど、個人的には今年は大当たりだと思います。皆さんこんにちは、ジェイソウルグブルだ、ヒロイだ。はい、ということで今年もこの季節がやってまいりました。それがこちら。はい、こちら元日限定トイザースレゴハッピーバッグです。はい、元日限定のトイザースハッピーバッグの季節がやってまいりました。今年僕は年男なので、もう一番乗りで買ってきました。はい、今年のトイザースハッピーバッグは4種類ありました。1万円のものが2つと6000円のものが2つです。それぞれ男の子用と女の子用がありました。今年僕は1万円の男の子の福袋を買いました。ちなみに僕の地元のトイザラスでは開店と同時に男の子の1万円の福袋は売り切れてました。今年の1万円のハッピーバッグはなんと総額1万8000円以上のレゴが入ってます。これもしかしたら1万円するレゴが入ってるかもしれないので、めちゃくちゃ開けるのが楽しみです。開ける前になんですけど、僕が元日で発売された新しいレゴを買ってきました。それがこちら。はい、こちらレゴクリエイターのウサギとレゴスピードチャンピオン日産スカイラインを買ってきました。レゴクリエイターについては去年のトラがあまりにも完成度が高かったので、今年も期待しています。そして日産スカイラインがついに発売されました。ちょっと僕車についてはあんま詳しくないんですけど、レゴスピードチャンピオン3代目の日本車です。これも作るのがすごい楽しみです。はい、それではレゴハッピーバッグを開けます。今回のハッピーバッグなんですけど、いつもより重たいです。で、さらに言うと今年のハッピーバッグなんですけど、なんかいつもより結構でかく見えます。ちなみに今日買ったスカイラインと並べるとこんな感じです。これでめちゃくちゃでかいということがもうお分かりだと思います。はい、それでは開けたいと思います。ちょっと一回中見ます。あ、あ、想像している以上にでかい箱が一つ入ってます。多分1万円以上するんじゃないかなって思います。あ、ちなみに僕の中で欲しいものは1万円相当のものか、持っていないレゴが出たら何でも OK です。じゃあまずはちょっと気になるでかい箱から言います。まず一つ目はこちら。よっ、おー、レゴシティの学校が入ってた。おー、これロードプレートのレゴシティのジュニアスクールだっけ、こちらが入ってました。これ前々からちょっと気になってたのでめちゃめちゃ嬉しいです。ちなみにこちら確か7000円か8000円で売ってました。では2つ目はというと、おー、今度は結構横に長い箱が1つ入ってました。続いて2つ目はこちら。よっ、おー、レゴシティだ、やった。はい、二つ目はレゴシティのポリスが入ってました。今僕ポリスを集めてますので、これはめちゃめちゃ嬉しいです。ちなみにこちら確か6000円ぐらいで売られてたと思います。ちなみに中に入ってる箱なんですけど、あと二つです。じゃあ二つの中で一番でかいこれにしましょう。では三つ目はこちら。よっ、おー、忍者号だ、わー。はい、三つ目はレゴ忍者号が入ってました。あー、このシリーズか、この4歳プラスって書いてあるやつ、これでかいパーツが入ってるんですけど、僕ちょっとこのシリーズはちょっとあんま好きじゃないんですよね。これは確か3000円ぐらいで売られてました。では最後四つ目を見ましょう。ちなみに最後の箱は今回入ってた中で一番小さいです。最後の四つ目はこちら。おー、スターウォーズだ、おー、やった。しかもミレニアムファルコンのマイクロファイターズが入ってました。うわ、めっちゃ嬉しい。レゴスターウォーズ最近どこにも売ってなかったので、これめちゃめちゃ嬉しいです。多分僕の中では結構大当たりだと思います。はい、こちらがトイザラス限定ハッピーバッグ1万円の男の子の中身です。今回なんですけど、個人的には今年は大当たりだと思います。内訳を話すと、レゴシティが2つと、レゴ忍者号が1つと、レゴスターウォーズが1つ入ってました。ちなみに今回出た4つなんですけど、どれも持ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。個人的な大当たりは、このレゴシティの学校と、ミレニアムファルコンのマイクロファイターズです。まさかここでマイクロファイターズが出てくるとは思いませんでした。はい、以上、ヒロゲでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。